司法書士試験合格ならリアリスティック一発合格松本基礎講座。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回のテーマはこの字はアウト、試験で許される字と許されない字を徹底解説、このテーマでお話をしていきたいと思います。皆さんが司法書士試験の技術の学習をしていて、こんな悩みおそらく出てくるんじゃないかなと思います。時間足りないな、なんか時間短縮する方法ないのかな、こういった悩みが出てくるという方結構いらっしゃるかと思います。この時間を短縮する方法として一番大事なのは、そして本筋のやり方は、民法不動産登記法、会社法、商業登記法、その知識の精度を高める、そして技術の解放、それを身につける、そういったことが一番重要なんですけれども、実はもう一つ有効な方法としてあるのが字を汚くするという方法なんです。これは即効性があります。字汚くするって結構すぐできますよね。で、字汚くすれば人によって差はありますけれども、だいたい5分ぐらいは短縮できると思います。人によっては10分近く短縮できる、そういった方もいるかと思います。しかし皆さんとしてはどれくらい字を汚くしていいんだろうか、どれくらい汚くしても採点されるんだろうか、それ非常に悩ましいところですよね。ご自身で判断することは正直なかなかできないかと思います。それについて語ることが一番できるのが私だと思います。今一番と申し上げましたけれども、正直私以上に詳しい人はいます。どういった方かというと、それは試験の採点者の方です。採点者の方はどういった字であれば採点するか、どういった字だったら採点しないかということを当然把握しておりますので一番詳しいです。しかし採点者の方がそういった情報を発信するということはほぼほぼありえないかなと思います。そういった採点者の方を除くと一番詳しいのは私かなと思います。なぜかというと、私12年間司法書士試験の記述の開示請求答案の分析というものをしております。この開示請求答案って何かっていうと、受験生の方が本試験当日に書いた答案、実は記述の答案だけじゃなくて卓越のマークシートについてもできるんですけれども、この答案を開示請求することができるんです。行政機関が保有している皆さんの個人情報なので、皆さんの方から私の個人情報、私が書いた答案をよこせと、コピーもらえるだけなんですけれども、そのコピーをよこせということができるんです。ただもちろんこの答案というのは採点前の答案になります。なのでどこが何点かというのは書いておりませんし、どの字が採点されてるか採点されてないかというのはその開示された答案からはわからないんですけれども、しかしその答案とあと成績通知、それをですね照らし合わせると、だいたいどれぐらいの字で採点されてるのか、どれぐらいの字で採点されてないかということがわかるんです。これ一つの答案だけ見てると正直判断するのは難しいんですけれども、私は毎年受験生の方や合格者の方に協力していただいて、この開示請求答案と成績通知、それを提出していただいてるんですね。その人数はだいたい150人から200人になります。これ毎年150人から200人ぐらいの方に開示請求答案とあと成績通知、それを出していただいてるんですね。なのでおそらく最も多く記述の答案、それを見ているのが私かなと思います。本試験当日受験生の方が書いた答案、それは私が一番多く見ているというのはおそらく間違いないかなと思います。で、この分析を12年ほど続けておりますので、だいたいどの字だったら採点されるのか、どの字だったら採点されないかということが私の中でだいたい決まってるんですね。これぐらいの基準というのがあります。それをこの動画でお話ししていきたいと思います。これを知っていただくと、本試験当日の私、本試験当日の私というのは受験生時代の本試験当日の私です。私みたいにならなくて済むんです。で、これどういうことかと言いますと、私本試験当日こういった答案を書いてしまったんですね。これ実際に私が試験当日、平成22年度の試験当日に書いた答案になります。それを開示請求したものなんですね。見ていただきたいんですけれども、綺麗な字とは言えないと思うんですけれども、かなり丁寧には書いておりますよね。これおそらく漢字テストでも全く減点されないかなと思われるような字になると思います。減点する箇所おそらくないですよね。綺麗ではないですけれども非常に丁寧に書いているということになります。そしてこれ真ん中の下のところを注目していただきたいんですけれども、これ申請という文字書いて二重線で消しておりますよね。で、なんで消したかと言いますと、これ字が減点されるかなと思って消したんです。で、何が間違ってるんだと思うかもしれないんですけれども、これ申請の正のですね、右の作りの部分ですね。この青いという部分なんですけれども、はい、これ右に3本横に線書いて、その次縦に1本線書きますよね。その縦の線が3本目の線をちょっとはみ出てしまったということで、これ書き直しているんです。書き直した右の字もですね、あまり綺麗ではないんですけれども、わざわざ
書き直しているということになります。こんなこと全くしなくていいんです。これ左の字で何の問題もなく採点されます。全く訂正する必要なかったんですね。しかし私は受験生時代にどんな字だったら採点されるのか採点されないのかといった情報を全く知らなかったので、情報弱者だったのでこういうことをしてしまったんです。皆さんにはそうなってほしくないのって、漢字、字はどこまで崩していいのか、そういった話をですね、この動画で知っていただければなと思います。はい、ということでこの動画ではこちらの3つの話をしていきます。はい、まず1つ目、字に対する考え方。2つ目、あの注意事項。3つ目、実例。この3つの話をしていきたいと思います。まず1つ目の話として、これ、採点者がおそらくこう考えているだろうと思われる字に対する考え方をお話ししていきたいと思います。これは私が採点者の方の考え、それを推測して話しますので、絶対に正しいとは限らないんですけれども、先ほど申し上げた通り、12年間も分析しておりますので、おそらくかなり近いことは言えるんじゃないかなと思います。そして次、2つ目の話として、あの注意事項、令和3年度から示されているあの注意事項、あれは影響しているのか、それについてお話をしていきたいと思います。で、最後、三つ目の話として、実例ですね。これを示していきたいと思います。この字だったら問題なく採点される。この字はちょっと危ないかもね。この字はまず採点されないかなと思われる字。それをですね、この動画で示していきたいと思います。実際に字を示して、これだったらまず大丈夫ですよ。これだと危険ですよとか、そういった話をしていくということになります。はい。ではまず一つ目の話からいきましょう。一つ目は字に対する考え方、こちらになります。採点者の方が字に対してどう考えているかなんですけれども、採点者の方は漢字テストだとは全く考えておりません。漢字テストのように採点しているわけではないということです。これはほぼ確実かなというところですね。私が12年間毎年150から200通近くの開示請求答案、それを拝見していて、これどう考えても漢字テストだったら減点ばかりだろうと思われる答案があります。そういった答案でも30点以上ついている不動産登記や商業登記片方だけで30点以上ついているとかそういう答案がかなりありますので明らかに漢字テストのように採点しているわけではないです。なので後で示していくんですけれども正直線が一つ足りなかったりしても全然採点されているんですね。全く減点されてないというのが私の分析になります。ではどのような考えで採点しているかなんですけれども要は何の字を書こうとしているかそれが伝われば OK ということになります。もちろん採点者というのは実際に皆さんが試験当日書いているところを見ているわけではないので答案だけから判断するんですけれどもその答案を見てこの受験生の方はこういう字を書こうとしてるんだなほぼ間違いなくこの字を書こうとしてるんだなということが分かれば問題なく採点していると字を理由に減点してないということになります。これはおそらく間違いないかなというふうに考えているというところです。なので試験員の方に伝わるように他人が読んでも何の字か分かればちょっとぐらい線が足りなかったりしてもそれは減点されないということだと思ってください。はい。では次、二つ目の話行きましょう。二つ目は、あの注意事項になります。令和3年度から示された注意事項があるんですね。その注意事項に入る前になんですけれども、ちょっと歴史的な話を申し上げておきたいと思います。令和3年度のちょっと前なんですけれども、令和元年度と令和2年度の受験案内に、こういった文言が記載されておりました。ちょっと読んでいきますね。文字を判読することができない場合も採点されません。つまり、判読できない文字は採点されないというですね、記載が受験案内にあったんです。この受験案内の記載は途中から消えてしまったんですけれども令和元年度と令和2年度の受験案内には記載されておりました。で、判読することができなかったら採点されないということなんで先ほど申し上げた通り何の字か分かれば採点されるとそのように解釈することもできますよね。この受験案内も一つの裏付けになっているかなというところです。ただ判読できなかったらそれはさすがに採点できないということですね。これが令和元年度と令和2年度の受験案内に書かれたものなんですけれどもその後令和3年度からそして令和4年度も同じですけれども令和3年度と令和4年度は試験問題の中に記述の問題文の注意事項の中にこういった記載がされるようになりました。はい、では読んでいきましょう。大事なところ、太字になっているところを読んでいきますね。各欄に記載する文字は字画を明確にし、このような注意事項がつきました。で、令和3年の試験、私も受けていましたけれども、自分が合格した年だけではなくて、その翌年度からですね、毎年試験を受けております。なので、平成22年度から令和4年度まで、回数で言うと13回ですかね、13回受けているということになります。で、その13回のうち12回目の試験ですかね、12回目
CM の試験でこういった記載があって、いや無理だろうと思いましたけどね。こんな時間制限厳しい試験で資格を明確にしと言われてもそんな時間ないよ、だったらもうちょっと問題の分量を減らせよと思いましたけれども、こういった注意事項がついたということになります。はい、ではこういった注意事項がついたことによって何か採点方法が変わったかなんですけれども、私の分析としては変わっておりません。令和2年度までと令和3年度以降で変わっておりません。そして先ほど令和元年度と令和2年度で文字を判読することができない場合は採点しませんよというですね、受験案内の記載がありましたけれども、それも特に影響していないということです。なのでさっきの受験案内の記載とか、あとですね、この注意事項、これはですね、採点者から皆さんへのお願いみたいなものなんですね。採点する方も人間なので、やはり何通も答案見ていると結構疲れてくるんですね。その中でかなり字を崩した答案、それが続くと正直ですね、うわきついなと、頑張って見てあげたいと思うけれども、この字何なんだろう、もうちょっと綺麗に書いてくれないかなと思ってしまうんです。それがですね、試験問題の注意事項の中に現れた、その程度に考えていただければいいかなと思います。私先ほど申し上げた通り12年間分析しております。自分が合格した次の年度、平成23年度から令和4年度まで12年間給付の開示請求答案毎年分析しておりますけれども、令和2年度までと令和3年度以降で採点方法が変わったということはありません。字に関して変わったということはないということですね。そしてさっき受験案内の記載、令和元年度令和2年度示されましたけど、それによって字に対する採点方法が変わったということもありませんので、これらの受験案内や注意事項は受験生の皆さんとしては正直ほとんど気にしなくていいというのが結論ですというところです。はい、それでは3つ目の話いきましょう。3つ目が実例になります。私が今から5つほど字を示していきます。同じ字なんですけれども、字の汚さを変えているということになります。それについて、この字は間違いなく採点されるだろう、これは多分採点されるだろう、これちょっと危険かな、これはまず採点されないだろうというふうにコメントしていきますので、皆さんご自身の字と照らし合わせていただいて、あ、自分の字だったらもうちょっと崩しても大丈夫かな、あるいは自分の字、あ、これ結構ギリギリだったんだということをこの動画で知っていただければと思います。はい、では一個一個見ていきたいと思います。まずこちらの字になります。一つ目の字ですね、綺麗な方から表示していきます。これかなり丁寧に書いておりますね。私の受験生時代の字のように書いております。これ何の字かっていうと、取締役の取りになります。この後全部この字にしていきます。同じ字の方がどれぐらいの字で大丈夫かなというのが分かりやすいと思うので、全部この取締役の取りの字にしていくんですけれども、このですね、字だったら漢字テストでもまず減点されませんよね。これで減点されるということは感じてそれもないかなというところです。もちろんこれは大丈夫と、ただこれ丁寧に書きすぎているので、皆さんはこの字を書く、このレベルで書くということはしないでください。はい、ではですね、次行きましょう。次がこちらの字になります。同じく鳥の字ですけれども、少し崩しております。特にですね、この左側の部分ですね、これを結構崩しているということです。これ漢字のテストだったら、厳しい国語の先生だともしかしたら減点する、減点しない方が多いんじゃないかなと思いますけれども、減点する先生もいるかなという字になります。しかし司法書試験の記述では、これほぼ間違いなく減点されません。個人的には 100% と言ってもいいかなと言いたいところなんですけれども、私が採点しているわけではないので、一応ほぼ間違いなくという言い方にしますけれども、まず減点されないというか、記述の答案の中では結構綺麗な字になります。これで結構綺麗な字なんですね。もしかしたら結構汚いと思ったかもしれないんですけれども、これは実はかなり綺麗な字になります。まず大丈夫、もう少し崩しても大丈夫だと思ってください。はい、では次3つ目いきましょう。3つ目がこちらの字になります。これも同じく鳥という字ですけれども、これ漢字のテストだったらおそらく減点になると思います。その鳥の左側の部分ですけれども、これ線が何個あるのかよくわからないですよね。これちゃんと線の数合ってんのかなというのが採点者からするとわからないと思います。国語のテストだとほぼ減点になると思うんですけれども、司法書試験の記述ではこれはほとんど大丈夫です。これ 100% に近いとは言えませんけれども、まあ9割以上大丈夫かなと私は思っております。ここまでだったら実はほぼほぼ問題ないということです。もう少し崩していて問題なく採点されている、それで合格しているという方もいます。この字だと実は大丈夫なんですね。で、この字見ていただきたいんですけれども、何の字か判読はできますよね。皆さんが見てこれ取締役の取りだということはわかると思います。この字知っている人だったら、知らない人だったらもちろんわかりませんけれども、この字を知っている人だったら何の字かというのはわかると思います。他の字だという人はおそらくいないと思います。なのでさっきの受験案内の判読できなかったら採点
しないというのには当てはまらないかなというところです。採点者の方もきちんとこれは鳥の字だと判断してくれるというところですね。はい、では次4つ目いきましょう。ここら辺からちょっと危なくなっていきます。こちらの字ですね、これは結構危険です。正直保証はできないかなというところで、これだとまあ採点されない確率の方が高いかな。この字に関しては採点されない確率が少し高くなってくるかなというところです。ただこれでも採点されてると思われる答案はあるんですけれども、どういう答案かと言いますと、その前後の文字、例えば代表取締役というですね字の中でこの鳥が出てきたと、そういう場合に代表とその後、はい、鳥の後ですね、閉まるという字と訳という字、代表と閉まると訳、この部分がですねきちんと判読できるんだったら、この鳥は通常は採点されます。採点者はですねできる限り字を判読しようと思って読んでくれるんですね。なので前後から分かれば採点されるということもあります。ただこれは保証はできない、まあ危険性は結構高くなるかなというところです。はい、では最後いきましょう。これがですねまず採点されないと思われる字ですけれども、こちらの字になります。これ一応鳥の字ということで書いてるんですけれども、ちょっと象形文字に近くなってますよね。これだとさすがに採点されないということです。 100% かっていうと実は 100% ではないんですけれども、先ほど申し上げた通り前後の文字がきちんと読めるんだったら、前後の代表とか閉まるとか訳という字が読めるんだったら採点される可能性はゼロではないんですけれども、このような字で全部書いてると、だいたいこういう字書く方っていうのはですね、その前後も同じように書いていくんですけれども、そういった字を書いていくとほぼほぼ採点されないと思ってください。なのでご自身としてはほとんど回答を書いたと思うかもしれないんですけれども、0点になってしまうとか、あと点数ついたとしても3点とか2点とか、そういう答案になってしまう。この0点とか3点2点というのは商業登記の記述全体で0点や3点2点ということになります。それぐらいしか点数がつかない、そういう答案になってしまうんですね。なのでこの字はやめていただければなと思います。ちなみにこの動画でお示ししてきた字は全て私が書いております。受験生の方や合格者の方の字を勝手に持ってきているとかではなくて、全て私が書いた字ということです。それは最後に申し上げておきたいと思います。はい、ではですねこの動画で示してきた字、これを参考にしていただいて、できる限りですね早く回答を書き上げる、そのような訓練をしていただければなと思います。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。リアリスティック一発合格松本基礎講座。合格実績ってすごいの？合格者数は5年連続2桁。カリキュラムはどうなってるの？丁寧な導入から始まる充実したカリキュラム。教室に通えなくても大丈夫？受講スタイルは自由。パソコンでもスマホでも。テキストは何を使うの？講師自身が執筆、試験範囲をカバーしたテキスト。法律学習が初めてでも大丈夫？リアリスティックテキストは初心者でも分かりやすい。記述って難しそう。合格に直結する松本式だけの記述対策。困った時相談できるかな。受講後のサポートも充実しています。割引があると嬉しいな。さまざまな受講生に向けた割引制度もたくさん。詳細は松本基礎講座で検索。